あなたの理想目標が今日達成してしまうすごい方法。杉浦さん、理想と現実とのギャップに苦しんでいます。それこそ樺沢先生のように生きがいを持ちながら生き生きと活躍している人が羨ましいです。つまらない仕事をしている現状の自分を否定してしまいます。そんな自分を否定せず焦らずコツコツ努力する方法はありますか？そうですね、言語化の魔力なんかに書いてる話なんですけど、今この一瞬にフォーカスすると誰でも幸せになれんですよ。幸せじゃない人っていうのは過去と未来のことばっかり考えています。過去、昔こういうこと失敗してしまったとか、子供の頃にもっとこうしてればいいのにとか、過去を考えて後悔する。未来を考えると老後の資金が足りませんとか、今後どうなるんだろうとか、不安なことばっかり考えてしまうんだけど、今この一瞬にフォーカスすると青空が綺麗で富士山の風景が綺麗だなっていうこと以外ないわけですよね。だからなので皆さん、あんまり先のことを考えすぎなんじゃないかと思うけどもな。最近例えば終活って言って、死んだ時の財産のあれとかね、そういったものをね、事前に準備していくっていうのがあるけども、40歳の人とかで就活の準備をしてますっていう人がいてびっくりしたけど、なんで40歳で就活なのって話でね。そんなの70歳くらいになってから考えればいいわけじゃないですか。せめて退職した後ぐらいに考えればいいわけじゃないですか。皆さん先のこと考えすぎなんですよね。樺沢はじゃあどう考えてるかっていうと、考えてないです。さっき言って今を生きるので精一杯なんでね。よくあるのが将来の目標を決めようとかですね、あるんですけど、例えば今年1年の目標っていうのは結構詳しく決めてるんだけど、私は10年後の目標っていうのは決めてないですね。樺沢さんの将来の目標は何ですかって言った時にないですよね。そんなものはね、ビジョンはあります。ビジョンは何かっていうと、情報発信を通してメンタル疾患を予防するという活動ですね。今この YouTube で皆様にこういう風にメンタルの話をしているっていうのもそうだし、本を出版するっていうのもそうなので、情報発信をしてメンタル疾患を予防する活動っていうのが樺沢のビジョンです。それがある意味生きがいでもあるし、仕事でもありますし、楽しみでもあるし、目標とか理想っていうのをどう捉えるのかって話なんだけど、10年目標とか長期目標っていうのは私はもうある種クソくらいと思ってるんですね。必要ないですね。重要なのはビジョンなんですよ。先ほどの質問の方は将来の理想と比べて今の自分がかけ離れちゃってるので、すごいマイナスの気持ちになりますって話なんだけど、ビジョンを定めるといいんですね。ビジョンっていうのは自分はどういう方向、どういうことをしていくと幸せなのかという方向性です。ですから樺沢の場合は情報発信を通してメンタル疾患を予防するということなんで、今ここで今日1時間の YouTube ライブをしました。今500人の人が聞いてくれてるんですけど、その人たちが少しでもメンタルを良くする、あるいはメンタルを予防するのに、ああ役に立ったなっていうことを思ってくれれば、もうこのビジョンは達成してるわけです。一歩進んだんですよ。情報発信を通してメンタル疾患を予防するという活動が、この1時間 YouTube ライブしただけで一歩進んでるんですよ。つまり達成してるんですよ。もう今日1日だけで樺沢のビジョンというものが達成できてるんですね。いやー、なんて素晴らしい社会貢献をしてるんだ、はははは、はじゃあキャンプ飯でも食うかっていう風になるので、幸せに生きられるんですね。だから皆さんは目標とか設定が大きすぎるですね。もちろんそういうものがあっていいんです。将来こういうことをしたいとかですね、それを微分っていうけど、樺沢さんの中ではどんどん細かくしてきた時、今日できることっていうのがあるはずなんですよね。今日できること、樺沢さんの場合でとかで YouTube の発信であったり、毎日必ずメルマガをいつ書いて出すとか、そういうことになってくるんだけど、そうすることによって自分のその本来の理想であるか、10年後の目標に近づけるわけだから、理想や10年後の目標を設定しても何の意味もない。それを微分して今日一日にどうするのか、今日一日の目標まで落とし込まない限り永久に達成するはずないんですよ。なので皆さん、理想とか将来の目標を持つのはいいんだけど、じゃあそのために今日何をしますか、一瞬で言えないといけないですね。そのために今日何をしていますかっていうね、それを言えるようにするっていうこと、そのためには皆様がやりたいことのための準備として、一日一日何をするべきなのかっていうことをよく考えてしてほしいと思います。そのために15分でも30分でも1時間でもいいので、時間を費やしてそこに向けていくということですね。それができたなら、一歩皆様のビジョンに向けてコマを進めてるわけです。明日もやればまた一コマ進むわけですね。それ1週間続ければ1週間分進むし、1ヶ月続ければ1ヶ月進むし、1年続ければ1年分進むし、10年続ければ皆さんの理想や目標が見事に達成していると。なぜならば10年分のやつを逆算して再分割して、今日のトゥードゥに落とし込んでいたとしたなら、10年間続けたら確実に達成できてないといけないように落とし込めばいいのでね。なんで私は情報発信を通してのメンタル疾患を予防するっていうねことを含めて、例えば毎日 YouTube 動画を更新するということであるとか、週に1回ぐらい YouTube
YouTube ライブをするとか、年に3回3冊本を書くとか、メルマガを1日1通書くみたいなことを自分の今日の目標ね、1日の目標として定めて、それをできてるってことは自分のビジョンに向けて進んでるし、皆様のお役にも立ってるだろうと、今日も500人もの人が見てくれてるということなので、多少はお役に立ててるだろうということで、自信を持ってポジティブに前向きに、あと今日1日いい1日だったなと思って生きていけば幸せになれるはずですね。幸福の微分っていう考え方、3つの幸福に書いてあるんだけど、今日は目標の微分ですね。将来自分が達成したい理想というものを、目標というものをどんどん分割して、今日1日に何をすべきかということを考えて、それを今日1日そこだけは必ずやるようにする、何よりも優先してそこだけは必ずやるようにしていくと、皆様の目標や理想というものが実現して、一歩ずつ実現していくということになるので、皆様のまず将来の目標や理想は何なのか、そしてそれを分割して今日1日すべきことは何かというところを割り出すということをぜひ、ね、やってほしいなと思います。